はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。1時15分になりましたね。日経平均動かす78円高ですか。ちょっと弱ってきましたね。もうちょっと良かったのに。ドル円は 134.199 と、ちょっとこれも弱まってますね。香港が弱い。324円安これ香港ドルですかね。香港ドル今 19,635 というところが来てますね。弱い。原油堅調 78.79、 金先物 2002、 注目ドルウォン 1336.54、 ここでうにゃうにゃしてますね。はい、本題いきましょう。こんな事件が起こっていたんですね。あれです、BMW アイス事件ですね。これは、これは今日かな、今日の7時50分朝、読売新聞オンライン、アイス事件、怒り続ける中国、 BMW 不買運動も抗議のため自ら買った大量アイス配る来場者。何が起こったんやと思いますけど、ちょっと読みますね。中国の上海モーターショーで起きた独 BMW によるアイスクリーム配布をめぐる騒動で、中国国内では一部で不買も呼びかけられた。自社の車を巨大市場にアピールする好機だった世界最大の自動車店は BMW への強い批判を招く場に一変した。中国紙はアイス事件として一連の騒動や余波を大きく報じている。ショーの会場で取材する関西メディアの記者は、国民はみんな怒っていると本紙に述べた。中国で BMW は同じ独自動車大手ベンツ・アウディの頭文字を取った BBA と称される独高級車の代表格だ。 BMW に乗ることが成功者の証と言われていた。同社のブース前では連日抗議の意思を表するため、意思を示すために自ら大量にアイスを配る来場者の姿が見られる。出展する中国企業もアイスの無料配布をはじめ、主催者が禁止を通達する事態となった。江蘇省のある企業は21日、 BMW 車を保有する社員向けに1ヶ月以内に売却する誓約書を書いてください、応じない従業員は解雇しますとの通知を出した。えらい騒ぎになってますね。代わりに2万元過去40万円の補助金を出し、国産の最高級車後期を購入するようにも求めている。なんかこれも怪しい感じですね。事実上の不買運動の強制ともいえ、中国メディアによると労働契約法に違反する疑いがある。23日にはボンネットにドイツへ帰れと落書きをされた BMW 社の写真が SNS に投稿されるなど、ショーが閉幕する今月27日までの鎮静化は難しい状況だ。 BMW 側の対応も後手に回り、火に油を注ぐ形となった。20日公式 SNS 上に社内管理の不足とスタッフの怠慢が原因との謝罪コメントを掲載しただが、不十分との声が弾むと翌日には3倍の分量で経緯の詳しい説明や再度の謝罪に追い込まれた。20日にはブース前で BMW を批判する動画を中継していた中国人女性が連行された。同社側が依頼し、当局も報道の拡大を抑えるために応じたとみられる。しかし十数人の警備員が頭から黒い布を強引にかぶせて連れ去る様子が SNS で拡散して反発を招いた。業績への影響が懸念され、騒動後に欧州市場で BMW の株価は 3% 超下落した。時価総額では21億ユーロ、約3100億円に相当し、一部の中国メディアは市場価値が溶けた分で、5億個のアイスが購入できたはずと皮肉混じりに報じた。まあ以下こう、
ありますけどもね、まあ、まあ1ページ目貼っときますね。これね、何かと言いますとね、あの上海モーターショーって今開かれてるんですね。これ中国で最大の自動車ショーでですね、ここにですね、中国市場でたくさん車を売っているドイツのメーカーはですね、ものすごい力の入れようなんです。つまり世界最大の自動車市場でですね、自社の車をアピールするですね、まあ、年間の最大セールスイベントなんですね。でそこの会場で BMW のブースではですね、アイスクリームを配っていたそうなんですね。で20代の中国人の女性が BMW のアイスクリームを配っていたんだけども、ある中国人の女性がちょうだいって言ったら、もう切れましたって言ったんですね。切れましたって言ったんだけども、その後にですね、ヨーロッパ系の人たちがやってきたら、そのアイスを出して渡したわけです。でその場面がですね、こう動画に収められていて、これが SNS で一気に拡散したんですね。で、BMW の言い訳はですね、それは従業員用に取っておいたアイスを渡したと。で渡した欧米人はですね、自社のですね、社員スタッフであるということを弁明したんです。でもそれで収まらずに、まあこう大騒ぎになっています。中国という国は言論の自由がございません。ですのでそれを拡散して大騒ぎしている言論はですね、当局が容認しているんですね。でこれによってですね、こうなんかあの BMW 買うなって言ってる人もいればですね、自社の社員が持ってるんやったら売れと売って、中国車を買ったら補助金上げるみたいなことがメディアで放送、メディアで流れてるんですね。これは当然当局が容認したニュースなわけです。つまり中国当局は BMW が中国国内で売れなくなってですね、中国車が代わりに中国の国産の高級車が売れるということを望んでいるというか、それをまあ嬉しがっているというか、そういうことがわかるわけですね。あの中国において自由な報道ってのはありません。つまりですね、中国は BMW が中国市場から出ていくということに関してはですね、全然 OK ということなんですね。むしろそれを望んでいるかもしれないという可能性もありますね。これ実にですね、要は中国人に対してですね、欧米人が自分たちを差別するんだという一番こうデリケートな問題を持ち出してですね、キャンキャン騒ぐということを容認しているわけですね。この全体の流れを見ているとどうも怪しい匂いがプンプンと立ち込めてきます。これがですね、偶然に起こったのかですね、仕組まれた罠だったのかというのはよう分かりません。まあ、最後まで分からないでしょうね。同じようなことが何年か前にテスラでありましたね、上海で。中国ではですね、こういうレイシズムでもって外国企業を叩くっていうのは非常にやりやすい問題なんですね。日本に対しては歴史なんですよ。で白人系の国、ヨーロッパ系の国に対してはですね、あれですね、レイシズムを持ってきてですね、もう常套手段なんですよね。常套手段であるだけにですね、怪しいし、もしかして BMW なんかですね、こうこれから追い出される方向に行くのかなと。アイスクリーム事件が偶然に起こったのかですね、仕掛けられたのか、でもそれが綺麗に動画に収まっていたというところが私は怪しいなと思うんですよね。もう中国というのはこういうこういやらしいことをね、仕掛けてくる国なんですよ。そういうお国柄なんですよ、私から見るとですね。だからどうも私から見ればですね、これはですねBMW は あと何年かかけてですね、中国からですね追い出される方向にあるんではないかなというふうに思ってしまいますね。このニュース今半分1ページ目を読みまして、2ページ目はまあ2ページもあります。この読売新聞のニュースは誰でも読みますんで、まあまあ興味のある方は行ってみてください。
ドイツも長い間中国市場でですね、いろんなものを売ってきましたけどですね、どうやらですねピークアウトしたような感じはいたしますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。